When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、レイリストのリカです。今日は文房具のカラーペンで作るとっても簡単な別光柄ネイルのやり方を皆さんに紹介したいと思います。で過去にね、あの別光柄ネイルのやり方、こちらのサムネイルの動画とかだと結構いろんな種類の別光のやり方をまとめて、あの去年かなアップしたんですけども、こちらや今年も青別光ネイルと赤別光ネイルをアップしたりしました。はい、で、もういろんな別光のやり方アップしてきたので、今年はあの他にどんな別光アップしようかなって考えている中で、ちょっと今日はねカラーペンを使ってやってみようと思って、あの別光に挑戦したらもうすごく簡単で思ったよりいい仕上がりになったので、ぜひぜひ皆さんに紹介したいと思います。はい、動画を見ていて面白いとか、これなら私もできそうと思ってくださったら、ぜひグッドボタンやコメントで皆さんの意見を聞かせてくださいね。それでは早速スタート。今日はこちらのピュアカラーという、まあ皆さん多分見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、普通に文房具屋さんとかスーパーの文房具売り場とかでも売っているようなペン、カラーペンなんですけども、こちらを使ってじゃん、こんな感じの別光ネイル作っていきたいと思います。で、別光のアートの部分っていうのはこのペンを使ってやっていくんですけども、定着させるのはねやっぱりジェルが必要なので、今日使っていくジェルというのを今から紹介します。はい、ということで今日使用するジェルはこちらになります。このレティジアというのは私がプロデュースしている国産の化粧品登録済みのジェルネイルブランドになるんですけども、レティジアから出ているもののベースジェルはノンサンディングベースジェル使います。で、このノンサンディングっていうのはあのジェルをするときに爪の表面をこうボロボロにちょっと削ったりとかする工程があるイメージを皆さんされると思うんですけども、その工程をサンディングと言います。それが必要ないベースジェルという風になりますので、もうね普通にマニキュアみたいにそのまま爪の表面削らずに直接あのすぐにベースジェル塗っていただけます。で、カラージェルカドミウムクリアオレンジというカラーがあります。こちらは透明感の高いオレンジ色になってます。そして次にノンワイプトップジェルとノンワイプマットトップジェルになります。で、このノンワイプというのはジェルを塗った後表面がこうベタついたりすると思うんですけども、そのベタつきっていうのが未硬化ジェルって言います。で、それをそのまま放置しておくとジェルネイルアレルギーになったりとか表面がベタベタねしてしまって良くないので、必ずあのワイプするっていう風に言うんですけど、表面の未硬化ジェルを拭き取る作業、通常それが必要になるんですけど、このノンワイプと書かれているものは未硬化ジェルが出ないジェルになるので、その拭き取る作業も必要ないですよというジェルになります。こちらの商品のリンク動画の詳細に載せておきますので、もし気になるなと思ったらチェックしてみてください。次にこちらです。このガラスの容器、ラッペンティッシュというネイル専用のものなんですけども、それじゃなくてももう本当にどんなものでもいいです。コップとかでも全然大丈夫。あとはこれブラシですね。こちらは100円ショップとかで売られているような絵の具の筆とか、もうとにかく何でも OK、 もう使わなくなったようなブラシというのを使ってください。で、この容器の中に何を入れるかというとアルコールを入れてください。今日私はねこちら あのプレクリーンというアルコールを入れます。こちらをこの容器の中にシュッシュッシュッとして、少し水がね溜まるぐらい入れておきます。そして最後は、これはジェルじゃなくて一番最初に下地に塗るものなんですけど、このプレープライマーというものを使います。こちらはベースジェルの前に塗布するもので、ライトで硬化するわけではなくて自然乾燥するものになります。このプレプライマーの効果、地爪の表面には少なからずね、誰でも必ず油分と水分というものが残っています。で、この油分や水分が残った状態でベースジェルとかを塗ってしまうと、この地爪とベースジェルの間に油分が残っていると綺麗にジェルが塗れなくて弾いてしまって仕上がりが悪くなったりとか、あとはそこからちょっとこうリフトっていうんですけど剥がれてきてしまったりってい
なトラブルになりますので、必ずねこのプレプライマーというベースの前に塗るものも用意しておいてください。ペンの方は茶色と黄土色と黒を使います。以上が今日用意していただくものです。それでは早速やり方紹介していきましょう。まずはプレプライマーをディズメに塗っていきます。プレプライマーを爪の表面ですねにこのように塗ります。で、プレプライマーを塗ったらこうやってねちょっと白っぽくなると思います。これはしっかりと表面が脱脂、油分が除去できているという証になりますので、全体がしっかりと白くなっているのを確認できたら、今度は上からベースジェルを塗っていきます。で、ベースジェルを分厚く塗ってしまう人が結構多いんですけども、ベースジェルってね本当にそんなにたくさん塗らなくてもいいですし、特にこのノンサンディングベースに関しましては爪の表面を削ったりする工程が必要ない分、もともとね爪の表面が割とつるっとしている状態の上に塗るものになると思いますので、なおさら薄くで大丈夫です。はい、でライトで硬化します。こちらがねカドミウムクリアオレンジというカラーなんですけども、次はこれを塗っていきます。カドミウムクリアオレンジを根元から先端までね全体に塗っていきます。ではライトで硬化します。では次にノーワイプマットトップジェルというのを薄く塗ってください。今ねツヤっとしてると思うんですけど、これマットを塗ってライトで硬化すると表面が本当にマットになるので、はい、塗れたらライトで硬化します。はい、マットになりました。ではここでペンを使っていきます。まずは黄土色でこうやって全体割と広い面積バーッと塗っていきます。もう全部塗るぐらいの勢いで大丈夫です。そしたら次に茶色でこうやってさっきよりは面積少なくね、ちょっと塗っていきます。そして最後にブラック。ポイントとしてはできるだけちょっとこの周りですね、周りにのせてあげると仕上がり可愛くなります。はい、この状態だったら全然ね別光じゃないって思うと思うんですけど、今からね別光になっていくので、はい、楽しみながら見ていただけたら嬉しいです。そしたらアルコールにブラシをつけます。そしたらブラシに含まれたねアルコールをしっかりとこの容器の端でしごいて、この爪の上に筆先を使ってはい、こうやってポンポーンと置いてあげるとこんな感じでにじんでくれます。たっぷりとポンポンポンポーンとアルコールを置くと、もうインクが全部なくなって一番下のカドミウムクリアオレンジだけになると思いますので、そういう部分もね作ってあげるといいです。とにかくそのさっきペンで書いたって感じだったんですけど、それをなくすように筆先とかを使ってぼかしていきます。でもうちょっと色を濃くしたい、まあこのぐらいでいいかなと思うんですけど、もしもうちょっと色を濃くしたいなと思ったら、この今の段階でこうやって色をペンでねこうやって足してもらっても全然大丈夫です。では自然乾燥します。そしたら上からもう一度カドミウムクリアオレンジをのせます。ここでいきなりトップに行くんじゃなくて、もう一回カドミウムクリアオレンジをのせることでしっかりと奥行き感が出てくれます。大事なポイントで、先端もちょっとかぶるように塗ると先端からめくれてきにくいので塗っておきます。ではライトで硬化します。ではもう最後です。最後はマットではなく普通のトップですね、ノンワイプトップジェルを塗って全体にしっかりと光沢感を出していきます。ということで、トップを塗ってライトで硬化することができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？ペンで作ったとは思えないおしゃれな別光柄ネイルというのができました。これなら揃えるカラージェル
の数っていうのも少なく済みますし、ペンなのでね、左手で右手にするときとかも割とやりやすいかなと思います。しかも何度でもやり直しが効きますので簡単ですし、セルフの方でも始めやすいデザインかなと思いますので、もし今日の動画を見て、あ、これなら私にもできそうと思ってくださったら、ぜひぜひやってみてください。で、ネイルオイルもしお持ちでしたら最後に塗ってあげるとなおいいです。ネイルオイルをね、しっかり塗ることで爪も育って綺麗になりますし、ジェルの持ちも良くなりますので、ネイルオイルっていうのはこの爪の周りとか爪の裏とかっていう部分に塗ってこう馴染ませてください。ネイルが終わった後や普段ね、ふと気がついた時にハンドクリームを塗るような感覚で塗ってあげるといいです。はい、ということで以上で文房具のペンを使ってとっても簡単にできるべっ甲柄ネイルのやり方でした。はい、皆さんいかがでしたか？少しでも楽しんで見ていただけてたら嬉しいです。グッドボタンやチャンネル登録、そしてコメントで皆さんの評価を教えてくださいね。 YouTube 以外にやっている SNS は Instagram、Twitter、ブログ、楽天ルームなど更新しております。また動画の中で出てきたレティジアというネイルブランドは、私が一からプロデュースさせてもらっている国産の化粧品登録済みのジェルネイルブランドになります。レティジアの公式楽天ショップや詳細などはこの動画の詳細部分にリンクを載せておきますので、もし気になるものがありましたら一度チェックしてみてください。そしてこちらのチャンネルはネイルのことに特化したネイルチャンネルになるんですけども、その他にも、はい、ライフスタイルをアップしているセカンドチャンネルのたい焼きみかん夫婦というものもあります。こちらはお料理や収納方法、そしてヘアメイクなどネイル以外のことをアップしています。毎週土曜日の夜10時に配信されていますので、よかったらチェックしてくださいね。そしてもう一つ、私自身画家の活動もやっているんですけども、そちらの作品だったりお仕事の紹介などをしているアートチャンネルというものもやっています。はい、なのでもしよかったらネイル以外のこちらのチャンネルというのもフォローしていただけるとすごく嬉しいです。その他いろんな情報をこの動画の詳細部分に書いておきますので、ぜひぜひ動画のもっと見るというボタンを押して詳細を見ていただけると嬉しいです。それでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。 Every time that my mind slipped, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind.There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that?